就結見咯，我係 Hillary 啊！咁今日咧我就會同 Like Japan 咧嚟咗埼玉縣呢邊拍呢個外圍賽啊！日本對呢個越南咧，今晚咧就會上演㗎啦，7點35分。Let's go, let's go, let's go！ 咁其實呢度咧都可以買到球員嘅衫啦。咁如果大家有中意嘅球員咧，可以嚟呢度揀翻佢個 number 㗎喎。 有時就會見到一啲海報啦，咁有啲海報咧就係啲足球明星嘅海報咁樣咯，大個好靚。咁如果係有日本嘅大黑 friend 嘅話，可以同啲海報影下相咁。嚟呢度睇波嘅人咧，其實有大有細，有男有女，有老有嫩，真係好犀利啊！即係香港好似冇咁廣泛咯，嗬，即係唔會一家人去睇咁樣咯。係咯，嗰個啊係，日記收佢哋我哋計算啦，要啤啤佢，唔知場內有冇啤酒嘅咧？哇，好熱情啊啲越南人！負けるでもいいけど、ゴールはあったら一番嬉しいです。5連！佢呢度其實咧寫出好多廣告嘅標語啦，就係講好多加油嘅説話。咁我哋日本代表，咁點解有個突破大家都排隊影相呢？就係佢哋出咗先啦，600 ml 以下咧就要倒落佢哋提供嘅杯仔裏邊，倒曬入去，然後帶入場咯。咁剩低個樽蓋咧，仲可以攞嚟投票喎。今晚勝利嘅 team 咧係邊一隊咧？咁就抌落去裏邊啦。好啦，我哋入場啦！ 大個場啊！因為 Corona 啦，咁而家咧就唔可以唱歌出聲去加油，係啦，保持沉默。一入到會場裏邊咧，其實唔使錢排隊就可以攞到免費攞到黐喺塊面嘅貼紙啦。これなんで言いますか？久保建英選手です。 試合がなんか見てみたいんですか？スペインとかオリンピックで負けてしまったんでギリギリで、だからリベンジとして全然関係ないですけど見たいなって思ってます。ヨーロッパとの試合が楽しみです。多分久保君が点取って勝つと思います。好きなので山根選手とかも一応後ろサイドバックの選手でも点決めたりもするので決めてくれたら嬉しいなと思います。 生まれた時からしてます。好きな選手は内田篤人が好きでした。ワールドカップ決めたのでおめでとうって伝えたいです。応援してます。好きな選手いますか？はい、います。名前教えてもよろしいですか？ミロ選手です。おー、じゃあ久保。違いますね。喧嘩しますか？しません。します。話せば何がいい？結婚してくださいって言いたいです。結婚してくれたら？ もう死んでもいいです。めちゃめちゃ好きな選手ですね。高校生の時にワールドカップ見て、もうめっちゃハマったんだよね。何年ですかね。勇気をもらって大学合格しました。おめでとうね。その時の頑張れましたね。頑張れ日本。ハリーもめちゃめちゃ可愛いですね。可愛いですね。楽しんでください。楽しみます。2人今日 デートです。違います。友達と一緒に行ってます。2人もサッカーの大ファンですか？そうですね。僕が好きで連れてきてるっていう感じです。これから練習しますか？川島永嗣選手と、あと権田選手と谷選手。っと先制点入れられちゃったのがちょっとこれから大変かなって点が頑張りましょう頑張りましょう頑張りましょうもっと点を入れてほしいです勝ちますはい飯野選手いませんか吉田麻也選手です麻也頑張れ谷晃生選手です強いです今ベンチなんですけど出てないんですけどはい、これから来るかもしれないですね。はい、ずっと応援してます。谷君です。ゴールキーパーの。さっきすごいですね、そのキーパー。今日出てないんですよ。すいません、笑。日本語ちょっと弱いなので、ありがとうございます。若手なんでまだ。川島選手もすごい良かったです。すごい笑ってるやん。さっきのちゃんじゃないですよね。さっきのキーパーと思います。あ、じゃないですよ。楽しんでますか。楽しいです。めっちゃイエーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。今日はまずせっかくお越しいただいたのに立てずに申し訳ありませんでした。皆さんの応援あってこそのワールドカップ出場だったと思います。本当にありがとうございます。新型コロナウイルスと命をかけて戦ってくださっている医療従事者の方々に改めて感謝を申し上げます。ありがとうございます。世界の他の国では戦争で大変な思いをしている方々がたくさんいる中で平和に大好きなサッカーをそして日本の自分の国を代表してプレーすることができて心の底から感謝しています。平和な世界を取り戻すことが来ることを心から願っています。いいプレーを出せるように頑張りたいなと思います。また応援よろしくお願いします。ありがとうございました。